ハリー、やってみろ。危ない。ダメだピート、こんなのへっちゃらだろ。5年の時だってやだ、やめろ、目を閉じちゃダメだ。嘘だ。わからない。MJ、ハリーを頼む。あとは僕が。MJ、今行くよ。お前は何なんだ。ウィザードを追え。あの雲は俺の獲物だ。うろうろするなよ、平気だって。水くれる。水ね、オッケー。それじゃあスーツで治療してたの？そう。じゃあスーツがないとハリーは？そう。オッケー、なんとかスーツをハリーに戻さないと。
どうやって僕に着せたの？それがわからないんだよ。気づいたら映ってた。そっか、それじゃあやってみる。ピーター、お腹に何か。何？これは栄養障害。何の？ねえ、平気なの？平気だよ、もう一回やってみる。博士を探そう。ただし今はトカゲの姿だっけ。クレイブン、あの血清、首にかけてたあれを博士に使ったんだよ。それじゃああの血清を手に入れてここの機材で分析して薬を作れば博士をトカゲの国から連れ戻せる。クレイブンを追跡してみる。もう動物園は引き払ってるだろうね。でも私たちにはクレイブンの置き土産がある。リトルオデッサにこのナイフみたいな珍しい骨董品を扱う質屋があるの。そこから始めよう。明暗だね。なんだか力がみなぎっちゃってさ。スーツのせい、僕もそうなったよ。どういう仕組み？少々さっぱりだから。考えた通りにスーツは。なるほど、クレイブンと血清探しに役立つかも。とにかく今度は刺されないようにね。いい？いつも気をつけてるって心配ね。本当だよ。誰の仕業？ハンターだ。ここんとこうろついててな。間に合わなくてごめんなさい。ああ、この骨董品について何か知らない？これで殺されそうになって。悪いが話すことはない。そのシンボルは知ってる。もう行ってくれ。待って、ハンターからは僕が守るよ。あいつらは怖くない。ボルゴグラードからは逃げられないってことか。炎は灯された。奴の狩り場になったのさ。クレイブンのクラビノフだ。炎は灯されたか。ピート、死ぬとこだったんだって。大丈夫？マイルズ、正直気分最高。僕もそこに。待って、本当に？本当。ねえ、かけ直してもいい？パーティーに乱入してくる。ああ、オッケー。クレイブン様は炎を灯すって何のこと？
ここで何してるんだ。ボルゴグラードの奥か。パーティーでも開くつもり？何を祝うんだろう。クライブン、うちわのパーティーなんてひどいな。でも参加するけどね。死に焚き火の許可ちゃんと取ったの？何を企んでるんだろう。ボルゴグラードからさらに贅沢品を送ってる。パーティーよ。荷物が近くに届くはず。飛行場はないけど、後場ならどうかな。クレイブンの居場所もわかるかも。それで全部だと言っただろう。残りの積み荷はどこにある。頼む、助けてあげなきゃ。助けてくれ。ウォッカとキャビアにこんなに人必要？もっと痛い目に遭いたいのか。一体なんで今こんなことを。意味がわからない。叫んだって誰も来ない。スーパーヴィラン狩りしてたと思ったら、今度は宴。ハリーにやられたウサバラシとか。
い、無事ですか？怪我はない？ねえ、僕が荷物届けてあげるよ。ボスの居場所教えてくれない？慌てないで、怪我してるだろ。ほら、起こすよ。病院に頼む。近くにあるはず。もう大丈夫だよ。奴らに殺されるかと。狙いは何？高校の途中で積み荷が消えたな。俺が盗んだって。もう安心。それで受け渡し場所は718ケントだ。スーツなしでハリーは大丈夫かな？いや、ハリー気分はどう？平気。そっちは？クレイブンだかクラビノフだかがケントの718番でパーティー中。寄ってみるつもり。社交クラブみたいだな。また見えてきた。にぎわってるみたいだ。ビップがいるといいけど。いつも以上にイラついてるな。目立たないようにして。どうやって入るの？厨房から。着替えないと。ピーター・パーカーの普段着じゃ入れないだろ。タキシードはクリーニング中でさ。すごい、スパイか。名付けてスパイダースパイ。ハリーのスーツタキシードにもなれるの？知らなかった。おい、お前こっちに来い。クラビノフ様のボディーガード用だ。ボディーガード？ディーマだよ。行け。それじゃシフト開始ってとこ。うん、頑張れよ。ディーマさん探そっと。持ってって。食べるの早すぎだろ。待たせちゃダメ、行って。セレブな感じ。僕清掃似合うかも。しかも気分最高。何？一回だけでしょ。失礼。ここを拠点にするためクレイブン様と早めに来た。動かなきゃ骨へし折るぞ。300年前の吹き矢なんかで眠るかよ。じゃあ試してみるか。いいぜ、やってみろ。あいつがいい。はい。ほらよ。好きなだけもんが。僕なんぞ時代遅れだ。お前使い方すら知らねえだ。順応してこそ真の判断。ぐっすり寝てろ。ハンターって言っちゃってるね。スーツが本当に言うこと聞いてくれた。僕のスーツにも神経インターフェース欲しい。ハリーと協力してヒーロー業をこなせば休暇も取れて一石二鳥。台の前にいるのがコンシェルジュか。シールドハンターは到着したか？ああ、ええ、暖炉のそばにいらっしゃいます。
今晩クラビノス様はいらっしゃるので、実はお話を…さようで。くそ、クレイブンがいない。シールドハンター、ボディーガードってこと。俺なら素手であいつを引き裂いてやる。あんたの獲物じゃない。きっとあいつだ。お食事をお持ちしました。これは何だ。あ、先ほどクラビノフ様の護衛の方に渡せと言われたもので。俺がその護衛だとでも。お体がとてもその大きいので。いいの、腹を空かせてる。とっとと持ってきな。これは失礼。ちょうど行こうと思ってたところです。あの部屋を見つめてたよね。エレベーターを探そう。今のがシールドハンターならティーマは相当でかそう。怖すぎる。俺はもう持ってきたくない。通るぞ。すみません。邪魔だぞ、どけって。通るぞ。おい、どうするんだ。完璧じゃなきゃ殺される。通るぞ。ダメだ、おい待て。まずい。扉の前に突っ立ってんだよ。待て、突ったろ。言ってない。仕事して早くしまって。もういい、分かったから早く片付けて戻るぞ。ディーマを探してクレイブンとリザードの結成を見つける。楽勝。もしかして君、ディーン。最悪、道理で特別メニュー用意するわけだ。腹ペコみたいだね。トラね、かなり斬新。それじゃっと、ディーマちゃん、スパイダーフレーバーじゃない餌をあげましょうね。きっと生肉がどこかにあるはず。見つけたっと。書斎にクレイブンの居場所の手がかりがあるかも。その前にエプロンつけてっと。あのハンター邪魔だな。虎のボディーガード向けの食事以上。うわ、変なセリフ。この肉にちょっと隠し味でも入れちゃおうかな。おネムのハンターはどこだ。周りに人が多すぎるな。スパイさせてもらうよ。失敗したら間違いなくディーマの餌になるのは僕。やあディーマちゃん、ただいま。おいしいおやつ持ってきたよ。シェフスパイディの最高傑作。
クレイブンはパーティー嫌いってとこ。リザードの結成を置いていってないかあたりを調べてみよう。ここにリザードの結成はないみたいだ。ならこの薬は何だろう。異常な強さはこれのおかげかな。意外と読書家なのかも。狩りの合間の哲学って最高だよね。狩りって意外と哲学的だったんだね。さっきまでいたんだ。祈りを捧げてた。血清はないな。ここにあるのは化学療法用の薬だ。これもクレイブンの。教会も整った。数ブロック先に聖ソフィアがある。クレイブンと結成は多分そこだ。クレイブンはペットに虎を飼ってるのか。まあ納得。誤解しないでほしいんだけど。そいつを生け捕りにしろ。スーツ君、君の実力見せて。ハリーもかなりもったいぶっちゃって。
急いで教会に行こう。楽しかった。でも居場所は分かった。スーツはどう？まるで僕を理解してるみたいでさ。僕が必ず解決するよ。約束。静かだな。ウェブ復活、また会えた。映画みたいな出会いだと思ったんだよね。君のこともっと知りたいけど、今はちょっと忙しくてさ。ほら、君らのボスが悪さしてるだろ。そのまま続けろ。ここは僕の街だ、ジャングルじゃない。東京を殺して、もっと知りたいけど、今はちょっと忙しくてさ。ほら、君らのボスが悪さしてるだろ。ここは僕の街だ、ジャングルじゃない。東京を殺してリザードを放って、僕にナイフまで突き立てて文句言いたいんだよね。特に最後の部分について。防御するんだ。仲間登場。コナーズ博士用の血清受け取りに来たよ。
追跡した。気に入ったぞ。どうだ、お前に最後までやり遂げる力はあるか。友人を救いたいだけだ。MJ、 血清は手に入れた。今から財団に戻る。うまくいった？かなりね。クレイブンとちょっとバトっちゃったけど、あいつ見た目よりも強くてさ、意外だよね。お前が無事で血清も手に入って安心したよ。よくやったな。装置を準備しとく。実際どうだったの？だから本当にハリーには言いにくいけど、実はこのスーツ、一定の周波数で機能しなくなるみたいなんだ。機能しないってどの程度？かなり重症だけど、まあなんとか。本当無事でよかったけど、お願いだから気をつけて。また後で教えてね。もちろん。またね。